クラップカメラとは、ジャバラ等を使って、携帯時に、共同部分を折りたためるフォールディングカメラの一種で、レンズのついた前板を、撮影状態時にはボディから伸びた腕着で固定し、収納時は腕着を折りたたんで前板を収納できる、構造のカメラである。腕着の代わりにパンタグラフ型のタスキを用いた、クラップカメラもある。コダックナンバーにほうけて、ベストポケット。 コダックの流れを組むクラップカメラクラップカメラはロールフィルム普及以前から存在していた方式で特にベストポケットコダックが爆発的に普及したため有名になったベストポケットコダックのような簡単なカメラから本格的な高級クラップカメラまで多様なクラップカメラが1910から1930年代まで作られ続けていたが次第にワンタッチで 前板が撮影状態に立ち上がるスプリングカメラが普及して、クラップカメラは急激に衰退した。しかし、スプリングカメラが廃れた後もスプリングカメラより丈夫で、精度に優れるとされ、わずかながらクラップカメラが開発され続けていた。しかし、中盤の一眼レフカメラ、レンジファインダーカメラなどが普及した今日では全く製造されていない。日本で作られた。 クラップカメラで有名なものに六サクラ社製、パーレット、日読写真機製、ミノルタがある。パーレットは、蒸気ベストポケット、コダックのデッドコピーカメラである。また、ミノルタの後継機、オートミノルタは、日本初の距離系連動式、クラップカメラである。クラップカメラは、スプリングカメラと違い、バネによって、ワンタッチで、撮影状態にする仕掛けはない。前蓋もなく、 前板を手で引っ張って撮影状態にする。撮影状態まで前板を引っ張ると腕着によって前板が固定される。スプリングカメラ同様レンズ部分とボディを連携させることは難しいが前板部分にカメラの機能のほとんどを取り付けている機種が多く、比較的後期に作られたものでは距離軽連動を実現しているものもある。戦術のプラウベル巻六67は距離軽連動に加え、 露出計も電動式になっているが、ファインダーはボディ側についている。ありがとうございます。